マイクロソフト z u r e SQL データベースは、マイクロソフトが提供するクラウドサービス、マイクロソフト n d o w s Azure の一角を占める関係データベースサービスである。マイクロソフト SQL サーバー2008をベースに開発が行われ、クラウドに適合するようにカスタマイズされている。名称、m i マイクロソフト SQL Azure。クラウドデータベースは、 クラウドコンピューティングプラットフォーム上で実行されるデータベースであり、データベースへのアクセスはサービスとして提供される。マネージドデータベースサービスは、データベースのスケーラビリティ、バックアップ、および公開要請を処理する。コンテナサービスではないため、同じ複合クラウドサービスである AWS の Amazon Dilational d ー t a ー a s e とは、機能が異なる。Azure SQL データベースには、 アプリのパターンを学習し、パフォーマンス、信頼性、及びデータ保護を最大化するように適用する、組み込みのインテリジェンスが含まれている。最初期の Windows Azure に含まれていた、SQL サービスとは異なるものである。当初、PDC2008 で Windows Azure 構想が発表された段階では、Windows Azure の一サービスとして、SQL サービスが含まれていた。SQL サービスは、 関係データベースとは異なる思想のサービスであり、SQL サーバーとは、かけ離れたサービスであった。しかし、顧客やパートナーからのフィードバックを受け、2009年3月10日に、方針転換が発表されたことにより、事態が一変した。SQL サービスの構想は白紙に戻され、現在の SQL アズールへとつながる、関係データベースへの転換が発表される。 あとに、SQL データサービスの名称変更があり、SQL アズールとの名称となり、再度の変更で、アズール SQL データベースとなり、現在へと至る。ありがとうございます。